来たな。アルファチームのリーダー孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえ。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったく、どいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことは、ナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければ、ですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってかよ。ナルトいじりはその辺にしなすみな。俺たちのリーダーなんだ。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。よく来たな。ベータチームのリーダールフィさんです。お前海賊になりたいのか。だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。
よし、そんじゃオラが一丁着てってやっか。平気か、ソン。こう言ってはなんだが、人に物を教えるのが得意とは思えんが。そっか。まあ、オラでもなんとかなったら。心配だ。そんじゃ、一緒に来い。修行すんぞ。この場所はトレーニングルームです。 J-FORCE のメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ、要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももう一遍戦えるっちゅうわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今オラとの実戦だ。さあ、かかってこい。おめえ強えな。これからおめえはオラたちの仲間だ。いいだろみんな。ま、当然だろう。これからよろしくな。アルファチームに登録します。
そら。オラたちの力見せてやる。俺らでやるってばさ。
に巻き込みおって。仲間のためこの命燃やし尽くそう。はっ
そうよ、わらわが美しいから。